フレーザー・ストタートは、スコットランド人科学者である、超分子科学とナノテクノロジーを専門分野としている。分子認識と自己組織化分子を利用した EN、モレキュラー・ボロミアン・リングス、カテナン、ロタキさんのような機械的連動分子構造の高効率合成を開発した。そして、これらのトポロジーらが分子スイッチや分子モーターとして機能することを実証した。 分子マシンの設計と合成が評価され、ジャンピエール・ソバージュ、ベルナルト・エル・フェディン派とともに2016年ノーベル科学賞を受賞した。2016年時点の H 指数は130。少なくとも10件の特許を取得し、1000回以上の発表をしている。1997年1月から2007年8月31日までの間に、 304文書から合計14,038件引用されている。これはトムソン・ロイターの科学情報研究所での科学者ランキングで3位と評価されている。2006年12月新年の除勲式でイギリス女王エリザベス2世からナイト・バチェラーを授与された。ありがとうございます。